ありますよね。だからこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性がありますよね。明治安田 J1 リーグ、東京ヴェルディ対ガンバ大阪。ヴェルディが1点を先制して後半を迎えます。明治安田 J1 リーグ、この時間は東京ヴェルディ対ガンバ大阪、こちらの一戦をお楽しみいただきます。エスタディオエスコルピオで行われる本日のゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。サイドを紹介です。どうだこのシュート、決まった先制、ヴェルディ。こぼれ球にきっちり詰めていきました。こういうゴールを決めるには、やっぱり次のプレーの予測とかポジショニングが重要になってきますよね。まさにゴールへの嗅覚を生んだ一点でしたね。さあヴェルディ、今日先制はこの早い時間でした。しかしいいゲームの入りになりましたよね。これで自分たちのペースに持っていけますよね。大きなゴールでした。逆に取られた方がこの後どう出てくるのか注目ですよね。なるほど、ここで収まる、裏のスペースを狙う、ボールでしょ、自分で行く、ボールを受けてどうする、ここで受ける、どうだクロス、クリア。このピンチをなんとか脱します。仕掛けるか、インターセプト、鈴木、ヴェルディがこのファーストハーフ中盤に1対0のリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。立ち上がりからキープできていましたし、入り方も良かったですよね。この流れがどこまで続くかが注目ですよね。ダワンから左サイド、オナガ、イナミ、素早いパスで攻め上がっていきます。ショメノへいけるか、岸本、山田、もう一度組み立てます。三浦へ、黒川、スルーパスを出す、坂本、さあ宇佐美、オナが流れを止めます。スペースへ、さあシュートレンジだ。ヴェルディとしてはここに来ても無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。組み立てながら攻め上がっていく三木、岸本へ、通るのかこのパス、山田、宇佐美、この後どう出てくるのか注目ですよね。なるほど、ここで収まる、裏のスペースを狙う、ボールでしょ、自分で行く、ボールを受けてどうする、ここで受ける、どうだクロス、クリア。このピンチをなんとか脱します。仕掛けるか、インターセプト、鈴木、ヴェルディがこのファーストハーフ中盤に1対0のリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。立ち上がりからキープできていましたし、入り方も良かったですよね。この流れがどこまで続くかが注目ですよね。ダワンから左サイド、オナガ、イナミ、素早いパスで攻め上がっていきます。染野へいけるか。岸本、山田、もう一度組み立てます。三浦へ、黒川、スルーパスを出す。坂本、さあ宇佐美、オナン、流れを止めます。スペースへ、さあシュートレンジだ。ベルギーとしてはここに来てもう無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。組み立てながら攻め上がっていく三木。岸本へ通るのか、このパス。山田、この後どう出てくるのか注目でしょうね。なるほど、ここで収まる。裏のスペースを狙う。自分で行く。ボールを受けてどうする。ここで受ける。どうだ、クロスクリア。このピンチをなんとか脱します。仕掛けるか。インターセプト、鈴木。ベルディがこのファーストハーフ中盤に1対0のリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。立ち上がりからキープできていましたし、入り方も良かったですよね。この流れがどこまで続くかが注目ですよね。ダワンから左サイド、オナガ、稲見、素早いパスで攻め上がっていきます。染野へいけるか。岸本、山田、もう一度組み立てます。三浦へ、黒川、スルーパスを出す。坂本、さあ宇佐美、オナン、流れを止めます。スペースへ、さあシュートレンジだ。ベルギーとしてはここに来てもう無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。組み立てながら攻め上がっていく三木。岸本へ通るのか、このパス。山田、宇佐美と呼んでいたオナガ、ロングボールを縦に送る。ここで前半の45分が終了しました。前半終え1対0、ベルディ1点先制して折り返したという前半です。試合を進めにあたってはやっぱり1対0リードしているっていう